ベーラは、モザンビーク共和国、ソファラ州の州都で、モザンビーク海峡に臨むモザンビーク第二の港湾都市である。人口は29万9千人。1905年当時のベーラ1891年に、ポルトガルのモザンビーク会社の所在地として建設され、20世紀以降は港として発展した。1970年代、 モザンビークに隣接するローデシアの輸出入の8割は、ベーラに至る鉄道とベーラ港湾に依存していた。このため1975年に、モザンビークが独立して、ローデシアとの国境を閉鎖すると、ベーラの貨物扱い量は極端に減少した。ベーラの経済は続く、モザンビーク内戦の終結、ジンバブエ独立などを経て回復した。ベーラは、 モザンビークの中央に位置し、ジンバブエ、マラウイ、ザンビア、南アフリカ共和国、アンゴラへと各国を結ぶ鉄道や、道路の起点であり、重要な貿易港のベーラ港、ベーラ国際空港も持っており、交通の要衝である。ジンバブエのムタルまで、石油のパイプラインが通じる。自然動物園がある。アフリカ南部、動乱の兆しモザンビークの戦争状態宣言。 朝日新聞1976年3月4日、長官13番7名ウェザーベースヒストリカルウェザーフォーベーラモザンビークウェザーベース2014年5月7日閲覧リリーブドオンノーベンバー242011ありがとうございます